第7回大阪国際室内楽フェスタ、今年も珍しい民族楽器や斬新なパフォーマンスで音楽を楽しむことができました。世界にはまだまだ知られることのない音楽があるのかもしれません。フェスタは心と心を結ぶ平和の調べです。巡り合う才能に、出会える笑顔に、また3年後お会いしましょう。